トまで来て。優先ミッションをハイライト、目標に向かってください。エージェントついてきて。援護が必要だ。飛び越えて。敵の脅威を検知、身を隠せ。一撃つくんだ。バリケードの後ろから来るぞ。敵が来る。撃ち続けて始末して。落ち着け、俺がやる。この状況はやばい。エージェント、彼を助けに行かないと。よし、俺が。新しいマガジンにして。開けろ、グリネードだ。大丈夫だから。もちろん防衛線を確認しろ。バリケードお願い。あとはぐれた奴を監視するよう連絡をして。何人かは逃したわ。次の攻撃がこんなに早いとは。大丈夫？これが続くなら移動しないと。来て、手を貸して。この状態じゃここのみんなを守れない。またなの？ウォーターフロントに行け。まさかそんな。救難コードだわ。ワシントン DC の座標を示している。一体どういうこと？先生、早く出して、誰かが残らないとこの人たちを置いていけない。何とかしないと取り返しのつかないことになる。行って、僕は任せて。行って。今までの私たちは
全てを当然のように受け入れていた。朝のコーヒー、無料の Wi-Fi、 それらを失ってからも私たちは生き延びた。通信網が絶え、電車が止まり、インターネットが使えなくなっても生き延びた。でも薬局が略奪され、病院の機能が止まると喘息でさえも危険な病気になった。警察もいない、銃もなく、銃で守ってくれる人もいない。それでも一部は生き延びた。人間はそう簡単には滅びない。社会が崩壊しても私たちは前に進む道を見つけた。人類は何世紀かぶりに本当に必要なものだけを欲するようになった。大惨事の中で私たちは互いに協力し、廃墟となった場所で新たなコミュニティを作り上げ、適応し生き延びた。そして新たな日常を紡ぎ出した。中には何も生み出せなかった者もいる。何も想像しない人々。ハイエナは弱者から奪うことしかしない。この世界を汚す存在だ。でも私たちは一人じゃない。勇敢な者たちが残っているものを守ってくれる。私たちを一つにしてくれる。同じ人間であることを思い出させてくれる。彼らは盾であり光だ。その光がなくなってしまったら私たちは。どうなってしまうのか。アウトブレイクから7ヶ月が経過した。いまだにドルインフルに怯えながら暮らしている。だが本当の危険は他にある。SHD 緊急チャンネルで警報発令中。至急対応せよ。作戦基地が攻撃を受けてる。敵勢力が南方の防衛線を突破した。緊急支援を要請する。繰り返す。付近のエージェントに緊急支援を要請する。
こういうことになるんだって。こいつの死体を見つけた奴に思い知らせてやるんだ。ああ、そりゃいい。やつらよ。そっちに回れ。俺が相手になる。バッチしてやる。気に食わねえやつだったしな。エージェント、これが聞こえてるなら、この調子で奴らに奇襲をかけてくれ。